皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日はですね、じゃん、はい、このピンクの T シャツを使ってベストを作りたいと思います。なんとね、このベスト、まあ、私も今ねボレロ着てるんですけど、これねちょっとノースリーブなんですよ。なので100円のダイソーだけで買った道具を使ってベスト作りたいと思います。はい、まずね、長さ、このね T シャツの長さです。長さは私身長161センチぐらいなんですけど、ちょっと本当に大きい男の子用の T シャツを某サイトのポイントで0円で入手しました。はい、ということで、これをね真ん中切ってと、ここも切ってこんな感じで、サランってわかるかな。はい、100均のハサミを使って真ん中切っていくんですけど、チャコペンとか使ってみんなやってみてください。私はぶつけ本番でいきます。はい、すごい雑。はい、まずこのタグね、タグ切りましょう。タグ切っちゃいます。袖が一番ねちょっと重要。はい、グルーガンを使って折り込めていきたいと思います。なのでこうなってるので、内側をこう出してここに全部塗っていきます。こんな感じで断面が綺麗になりました。でこっちも同じ要領でつけていきます。そしてこのボレロみたいにちょっとレースをつけようかなと思って、レースカーテンを買ってきたので、上の部分はこんな感じでハサミで切ってという感じで、はい、つけちゃおうかなと思います。こんな感じでレースをつけました。で下がピロンピロンってなるようにしてあります。ちょっとこれはね、なんだろう、まあ、気分なんですけど、この上にまた装飾を重ねていくので、こっちも同じようにつけていきます。はい、今こんな感じに仕上がってます。はい、見えるかな、見えるかな、これ今こんな感じに、レースカーテンのね、まあ、中がちょっとレースなんで分かりにくいんですけど、ここも綺麗に、袖口も綺麗になってます。今余った、袖のね生地を使ってハートを切り抜きました。でこの上から、またしても100均で買ったこのレースですね、この水色を使って周りをこうやってかたどっていきたいと思います。で使うのもこちらダイソーの裁縫セットです。どの糸で縫おうかなと思うんだけど、まあ無難に黒で縫いたいと思います。足りるのかな、これどうなんだろう。にね、デコレーションリボンでレースの部分をデコっていきたいと思います。はい、こんな感じにつけようかなと思います。これはですね、ワッペンにしようかと思います。背中にこうくっつけたいと思います。ということで完成しました。じゃーん、襟元こんな感じです。襟元はね、テープで貼れるレース買いました。であとはとリボンですね。だからこれでいくらだろう、下はねこんな感じです。結局ねポッケつけないんで、後ろリボンにしました。これが100円、100円でしょ、200円、300円、400円、400円でグルーガン500円、600円でしょ、200円だから。で600円でグルーガンの
このなんだグルーが100円700円、で刺繍800円、でハサミで900円、なので、あれ、この最後のリボンで1000円ということで1080円でこのベストを完成いたしました。皆さんよかったら作ってみてくださいね。森崎エリスでした。バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャン